こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、2021年を締めくくる忘年会、速稼塾のオンライン忘年会のお知らせでございます。開催日はですね、29日から30日に切り替わった瞬間にスタートしますね。そして24時間ズームでの会場を開けておりますので、自由な時間に入って自由な時間に出て行っていただきたいと思います。ライブ放送はですから31日に日付が変わった瞬間に終了になりますので、私としてはですね、スタートの時と終了の時にはお邪魔しようかと思うんですね。であとはいつ出てくるのかは分かりません。ですんで、この速稼塾のオンライン忘年会に参加したい方で、まあ参加はしたんだけど誰もいないやっていうのがね、寂しいなって方はですね、自分は何時ぐらいに参加しますよってことをなんかやり取りしながらね、大体のコアタイムっていうのを決めていただければいいんじゃないかなと思います。それで忘年会には参加するけども、いろんなメッセージを残したりとかするけども、でも誰もいなくていいよと、むしろ誰もいない方が都合がいいよって方は、まあ、思い思いの時間に来てくだされば、後ほど私がね、24時間分のアーカイブを見ながら編集をするかもしれませんし、分割して YouTube にアップロードするかもしれませんね。どうするのかはちょっとね、わかりませんけども、まあいろんな料理を考えております。それでね、速稼塾の忘年会にしてもクリスマスにしても正月にしても、私は普段から言ってると思いますけども、ビジネスでね、成功もしてないのに遊ぼうなと、忘年会、何が忘年会だと、忘年会するんだったらそこでセールスをかますぐらいのことをしなきゃダメだよというふうに申し上げていたりとか、前回もね、稼げない人のやりがちなパターンということで動画を上げておりますよね。すぐクリスマスをしたがるとか、記念日を祝いたがる、今日は特別だから遊んじゃえとかね、何がやみたいな感じでね、いつも言ってるんで、この忘年会もしかしたら参加率は非常に悪いかもしれませんけども、まあそれでもね、状況の悪い時だからこそやってみたらどうなるのかってことに逆に興味が出てきましたんで、一時期ね、オンラインでやると680人ぐらい集まった時もあって、あとは毎日毎日恒常的に20人から30人の方を来てくださるようなね、ライブ放送の時期もありまして、まあいい時期も悪い時期もいろいろありますけども、でも人数が多ければね、多いで忘年会っていうのはなんか収拾がつかなくなっちゃいますんで、実はね、忘年会といえどもこういったオンラインのやつはなんか常時 2,3 人ぐらいしかいないのが、もしかしたら濃い関係作れるかもしれないですね。まあいずれにしましてもちょっとやってみるところがありますんで、忘年会ね、よろしかったら10分でも20分でもお好きな時間に参加してみてください。そして重ねて申し上げますけども、自分は何時ぐらいに参加しますよってことをね、言っていただければ、多分それをめがけて他の人もね、じゃあ私もここに来ます、自分もこっち行きますみたいな感じで、なんかある程度の塊ができるかもしれませんし、自分は忘年会こんなテーマでお話ししようと思うんですってことを事前にね、いろんな形で挙げていただいたりとか、普段 YouTube されてる方は私の方にね、私は何時何時にどんなテーマでお話したいんですとかね、今年はこんなことがあったってことを話し合いたいんですっていう風な、ある程度のね、こう話の内容とかの予定とかをお知らせいただければ、私の方からも再発信してより出会いやすくはできるかなと思いますんでね、ちょっとやってみましょう。それでは動画の概要欄に、Zoom のね URL とあと ID の方つけておりますので、それを控えていただいて、12月30日になった瞬間ぜひお越しください。どなたが来るのかね、私も分かりませんしね、当日本当に12月30日になった瞬間私はね、ちゃんと起きてられるのかとかね、いろんな問題あると思いますけども、その辺はちょっとよく分かりませんが、まあZoom のチャンネルは空いてると思いますので、ぜひ皆さんでご参加ください。ちなみに私がね、参加ボタンを押さないといけないんですよね。だからこれもね、ミスったら多分空いてないってことになると思いますんで、私ね、責任を持ってね、12月30日のその時間には、開けておこうと思います。場合によっては前後1時間か2時間ぐらい余裕を持って開けようかと思いますんでね、よろしくお願いします。それでは